はい。こんばんは、マーティン。では、のびやボーイ、キングタグです。今日は、我々、私も含め、我々の1998年生まれから、1999年4月1日までの生まれの方、私と同い年の方を、検索サイト Google で調べてみました。すいません、Google で調べました。はい。こんなボケですいません。まずは、アーティスト部門から、まあ、元欅坂の、 小田奈々さん。あと、長浜ねるちゃん。大ファンですね。私にとって、ねるちゃん。あとは、今泉さん。あと、AKB と SKEX からもおりますね。鬼のゆかさんと岩田カレンさんまあ宮城県出身の方ですけども。あ、焼き坂忘れてました。渡辺岐阜さ,さんもでした。はい。あとは、桜まやあ人気のアーティストですね。はい。 あの野木坂の斎藤明日香さんも同い年ですね。あと、若田部春香さん。あとは、まあ、梅沢みなみさん。谷口めぐさん。あと、イーガールズの石井さん。石井アンさん。あとは、私大ファンだった、あの、アンジュルムちゃんですね。はい、アンジュルムちゃんの室田さんと勝田さん。上国魚もいさんは、私は一歳年下です。我々と一歳年下。はい。リトルグリー・モンスターのセインナさん。 あとは、キングプリンス、長瀬廉さん。まあ、同い年ですね。アーティスト部門は以上ですが。他にも、まあ、著名人としては、まあ、竹俣紅さん、あの、将棋で有名な、はい。あとは、東大卒で、今、東大、まだ卒業してないけど、現役東大生のあの、鈴木ひかるさん。すごいですね。藤沢里奈さん、ちょっとわかりませんけども、すいません。あとは、もう、アスリートがもう、本世代、すごいです。バレーボール、黒子愛さん。 同い年です。黄金世代。あと、宮部愛理さんもです。はい。あとは、まあ、ゴルフも多いですね。黄金世代。勝みなみさんと、あと、畑岡奈紗さん。あとはもう、スマイリングシンデレラの方、あの渋野日な子さん。うん、同い年ですね。はい。あと、は荒垣ひなさん。原恵里奈さんもですね。あとは。あとは、まあ、 鬼塚雅さんと同じ隣の出身、あの新潟県村上市出身のあの、飛田野歩夢さんもですね、はい。すごいですね。あと陸上あのサ,サニブラウン・ハキーム選手ももう同い年ですね、我々と。はい、あとバスケのおこえモニカさんもですね、あと体操の谷川翔さんと、あと陸上であの、橋岡勇樹あの、橋岡大輝のあの、いとこに当たるんですね、はい。子孫ですね。 あと、他にもですね、ゴルフの金谷拓実選手も、うん、同い年。あと、フィギュアの松田優奈さんも、あとも、那須川天心さんも、同い年ですね、我々と。はい。人気の方ですね、格闘会。他にも、小岩桜さ,さんゴルフの、はい。忘れてはいけない。あとはサッカー多いです。なでしこジャパンも何でも多いますが、スタンボー・花さんと、あと、長野風花さんも。 おいますけども、サッカー、あのー、森スジャパン、あのー、私大ファンだったあの、堂安律さん。うん。同い年ですね。あと、山田、山口瑠衣さん。あとは、確か、サッカーで言えばまあ、フランス代表のエムパベも忘れてないですねエムパベ。エムパペ。もう噛みましたね、これは。うん。あとは、富安健博さん。あと、達田優吾さん。 原照樹さん、あと松本大志さん、上田綾瀬あとは、菅大樹さんと渡辺康太、阿部寛安やかなはい。同い年ですね。はい。あとは、プロ野球界も同い年います。山形出身、山形坂田南高校出身の方で、えー、中日相手の石垣雅美さん、あとは、 中日7ンド藤島健人さん、あと西武、今活躍している今井達也さん、あとは何人かあけ、アドゥアマコトさん、堀水月さん、あと、日ハムの河野隆成さんあ、巨人の太田龍も忘れてない、西武の浜谷翔太さん、ヤクルト梅田優吾さん、あとは榊原翼さん、オリックス。何より一番忘れていきたいのは、あのエースの山本由伸選手。オリックスの山本由伸、ここまで成績はちょっとわからないですけども、まだまだだだけども。 侍ジャパン、いや、東京オリンピックのエース候補ですね。はい。これがアスリートの同い年です。もう芸能界も同い年ばかりで、もう黄金世代と言っていいほど何人かおります。あの、中川大志さん。すごいですね。ユティあと、広瀬鶴さん。あと、平愛理の妹。あ長友友斗さんも結婚し,して、まあ何年経って、子供も生まれて。はい。あの、妹、平優奈さん。あと、前田前田。あの前、前田。 ほうきさん、あとは常松優衣さん、小倉優香さん、白石いせいさん、あと福原遥かさん、あの、テレビで今人気の愛、他にも神尾風樹さん、はじつめ愛さん、あ、橋本環奈さんも同い年だそうだ、うん。あと、能年玲奈さんはどうだろう、わかんない同い年かどうか。あと、大吟さん、堀田真由さん、あ,あ、青井いわかなさん、岡本夏美さん、関水みなにささん、 あ、みちょぱもそうです。池田美優さんです。はい。あとは花村明日香さん、あとは小林良太さん、大久保坂岡さん、横田真由さんなど、他にもない年市いっぱいですけども、検証した結果、ぐんぐんでしゃべえた結果も、黄金世代いっぱいおるんですね。はい。勉強になりました。はい。ということで、今日の動画はこれで以上にしたいと思います。それじゃあさようなら。バイバイ。